そうだそうだ、あのネオンとかも行ってみたらいいかもしれないですね。じゃあこれを移動させてですか？これちょっとできるんですか？これちょっと待ってください、まだ動かさないでくださいね。怖っ、ちょっと待ってください。もう僕ちょっと今ジャイロ機能が働いてますよ。倒れないように。大丈夫です、押さえてます。ジャイロ機能が。そうですね、そのあたりとかで。おー、オッケー。いいですね。おー、ランディング。セーフティーランディング。ノー。ちょっと傾いてますよ、大丈夫ですか？ちょっとね、これ分かりましたよ。このね、ポテトでね、こうやってこう挟むと。これちょっとまた写メとかでもやってみますかね。あのネオンを背景に入れて。撮ってみる。これね、後ろボケしてくれればいいんですけどね。まあiPhone はそうですね、ちょっと難しいですよね。そうですね、その辺は減点になっちゃうんでね。まあでもそうですね、ハンバーガー自身で隠してあげるっていうのは結構いいのではないかなと思うんですけどね。あ、出た、前ボケテクニック。ヒギです。ヒギ前ボケ。まあでも下がるとあれですね、旗がね下に下がっちゃうので、この時はちょっと上げてあげるといいかもしれないですね。いいかもしれないですね。これね、僕もねちょっとねスマホもいいんだけど、やっぱりね一眼レフで撮りたくなってきちゃう。撮りたくなっちゃいます。やっぱりね後ろボケさせたいっていう。そうですよね。これは結構ですね。それだと、まあ、なるべくぼかすんだったら望遠側で引いて。はい。ISO 感度をちょっと高めがいいかもしれない。2500ぐらいとかどうですか？そうですね、手持ちだった、はい、で絞り優先で少ないし一番小さい数字にしてで、暗いとですねピントはちょっと合いづらくなっちゃうので、なるべくコントラストをついたところをね焦点にするといいですよ。どうですかこれ？あ、でも素晴らしい。あ、本当ですか？素晴らしい。いいです、いいです。一発 OK が初めて。いいです結構。そうですか。はい。お、なんか一気になく新鮮だ。ああ。まあちょっとね、ちょっと切れちゃってますけど。あ、でもいいんじゃないですか？いや、お皿って料理取るときにちょっとかけさせるっていうのは一つのテクニックなので、いや素晴らしい。いやー嬉しい。はい、なんか入れてみましょう。これはもうハイネケン入れちゃいましょう。こんな感じで。違うな。構図が違う。ああ、おお。これどうですか、これ。ちょっとじゃあやってみてください。はい。これ配置をね、背景の配置決めるのもセンス問われるので。後ろのこの看板のグリーンとかあるじゃないですか。はい、それとハイネケンの位置関係とかね、結構大事だったりしますよね。こうです。お。違う。どうですかこれ。この爽やかさ。おお。あれ。まあまあ。まあまあでした。じゃあもうやっぱり師匠に。ハイネケンがちょっと強いですね。ハイネケン。多分もしかしたらもうちょっと。ハンバーガーとハイネケンの距離を開けた方がいいかもしれないです。なるほど。強く出てる。強く出ちゃってますか。なのでハイネケンこれ以上ぼかせられなかったら、はい、ハンバーガーを手前にする。あ、それちょっと怖いよ。ちょっと怖いこと言うよそれ。おお。そうですね。おお、ステイ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 。オッケー。いいですね。オッケー。どうですかこれ。これで撮ってる。もっとボケて結構いい感じになりそうだなと思うんですけどね。出たこれ。なんかわかんないけど。まあまあかな。あ、もういいです。先生撮ってください。じゃ今度こっちにこうかぶせで。そうですね。ここでいいですか、場所は。そういうこっち入れてもらいたいですか。あ、そうですね。ハンバーガー、わかります。今度こっちにポテトを挟みます。あ、結構いいんじゃないかな。食品写真のアシスタントみたいな、これとかどうですかね。ああ、なるほど、これいいですね。さっきよりなんかそれもこんな感じかな。いや結構なんかいい写真撮れた気がする。いい写真撮れましたよね。つうか撮ってたらお腹空いちゃいましたよ。本当ですね。いや見てください、これお腹すごい。こんな感じになっちゃいました。28号と同じですよ。すごいですね。食べましたから。だってもう一人であれを3つぐらい食べてましたもんね。いやーもういっちゃいましたよ。僕もすごかった。まさかあんなに入るなんて思わなかった。やっぱコロラド出身なんでね、あれぐらい食いましたよ僕も。知らなかった。いやでも今日ロケどうでした？いや今日なんかやっぱ全部難易度が高かったかもしれない。高かったですね、同期にとっては。いやちょっとね、今までのね亀学史上で一番難しかったです。そうですよね、なんだって被写体が大きいとか、あとやっぱ遺跡、猿島も全体的にちょっと暗めだったりとか、撮る対象物一体なんか何をどこにフォーカスして撮ったらいい写真になるかっていう、そのものがなんかこうつかみづらいものだったかもしれないんですけど、大きいんでね、縦結構今日撮りましたもんね。そうですよね。そう、まあでもそんなのを乗り越えたひろきめんは次回のロケではすごい写真を撮るんじゃないかなと思ってます。だって今回ほら波の写真とか超良かったじゃない。あ、良かったですね。すごい良かったです。波の粒、すっごい良かったですよ。粒撮れてましたね。うん、ああいうちょっとね、そうですね、もうかっこいいのをね、かっこいいの撮れますし、いやもう本当でも横須賀撮るところがいっぱいありますからね。そうですね。そう、みんなもちょっと横須賀にこう写真撮りに来てみると、そうですね、楽しいんじゃないかな。みんなでこのロケ地を同じとこ回ってみてね。そうですよ、聖地巡礼みたいな感じで俺らのね回ったところ、そんな素敵なことは嬉しいですね。そうなったら、そしたらいろいろ写真投稿してください。はい、もうぜひ待ってますね。あとなんだっけ、三笠にあれ置き手紙しましたもんね。そうです、見に来てください。はい、はい、メッセージ書きましたんで、はい、ではまた次のどこに行くかなという感じを残しつつ、はい、京都かな、北海道かな、どこかな、網走、沖縄、縄沖ですか、縄沖ネイビーバーガーみたいな、はい、本場のやつ危ないから英語合わないですから。やめときます。じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあまた皆さん、はい、次回どこかでお楽しみに。素敵なカメラライフを過ごしてください。アディオース。